よろしくお願いします。ここは負けられない一番人気、一番北三ブラック。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。4番八重の無敵、2番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。盛り上げていくよ。美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。下克上は起こりうるのか。北三ブラック注目株の馬娘だ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、八重の無敵。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。北三ブラック快調に飛ばして行きます。先頭は北三ブラック単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は15番、そのうち並んで10番、それを見るように八重の無敵、少し離れて7番、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのは北三ブラック。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは八重の無敵。外目をついて10番、差がなく7番、外で15番、1馬身差スーパークリーク、外から14番、13番、並んできた1馬身差16番、それを見るようにゴールドシチー。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、順位を振り返っていきます。依然として北三ブラック、続いて八重の無敵、3番手には10番、少し後ろから7番、15番、5番手、スーパークリーク、内から行く、1馬身離れてゴールドシチー。せいやそいやバッシャーイ。それを見るように13番、外目をついて14番、内から16番、あとは6番、その後ろ5番、その後2番、それを見るように8番、後方2番手に3番、最後方11番、意気揚々と先頭を行きます。北三ブラック、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあこれから坂、仁川の舞台はこれから坂がある。八重の無敵追いすがる北三ブラック、強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、逃げる北三ブラック、北三ブラック突き放す、足色は衰える北三ブラック、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。勝ったのは北三ブラック、2着八重の無敵、3着に入ったのはゴールドシチー。感謝を込めて歌います。